その制服、年齢的に無理あるんじゃない？ドジ、てめえ調子に乗んなよ。エリカさん、分かってますよね。だ、じ、ば。はぁ、お腹すいた。ねえ、シオンちゃん、ここまずくない？なんで？別にいいじゃん、私ここで食べたい。よし、続きな。ほら、立て、ドジ。聞きたいんだけど、ドイ君のことを教えてくれない？好きなものとかいろいろ。あなたはなぜここにいるんですか？あなたは二十歳超えてるでしょ。あなたが同級生なんて認められません。悪いけど、あなたの力にはなれないよ。エリカさんは生活に困って母校の清掃のバイトをすることになりました。ドジー。